今日はね、久しぶりに魚民に行きたいと思います。子供も連れてね、家族で、個室が取れたんでちょっと楽しみですね。よし、うまいのかな。はい、もともとね、カラオケがあった個室を予約入れたんだけど、だからキッズルームは空いてないって言われたんです。ただ今キッズルームにいるんですよね。これね、キッズルーム予約してた人が無断でね、もう連絡が繋がらなくって全然来ないらしいんですよ。なんでキャンセル扱いってことで、運よくキッズルームに通してもらうことができました。ついてる。はい、乾杯。クオコびっくりしたや。え、そんな？混ぜてないのかな。まあいいや。今日ね、うちのトラが、ずっと手羽先食べたいって言ってたんで、世界の山ちゃん予約しようと思ったんですけど、全然席取れなくって、でいろんなね、ちょっと飲食店電話したんですけど、全然予約が取れない状況だったんです。でやっとね、ここ、予約取れて来たらこんな感じになってね、もう逆にここでよかったと思うよ。でしかも。今なんかキャンペーンで手羽先とかここでも食べれるみたいなんで、ちょっと楽しみですね。で久しぶりに魚民に来たんだけど、なんかお店自体のリニューアルがあったみたいで、お寿司とかもなんかさらに力入れてるってことなんで、今日は、お寿司なんかも食べて飲んでいきたいなと思います。ちなみに飲み物はこれ飲み放題で入ってます。ちょっとね、ジンビームたくさん飲もうと思ってますが、すげえ濃いなこれ。たくさん飲んで。くわー。キッズスペースすごい広いよね。横島さん、アンパンマンの滑り台あった。あったあったあった。エンマさん、あんまテンション上がる。いいよね、子供には。どれ。あー、いた？おいや、すごいよ。1、2、3、4、タスコ始めて。5、6、7、8、9、10、30。30までしかまだ数えられないんだよね、タス。いけたらすごい。お、上手だね、さま。おいしい？ぼんじりがね、すごい好きだね。あ、そう、すごいがっついてるじゃん。あれも唐揚げと手羽先は絶対うまいでしょ、これ。これとハイボールですからね、最高ですよ。手羽先、ほら、うま塩味。なんか、結構あんま熱々じゃないんだよ、これ。うまい！マジ？これ酒にぴったりだよ、これ。濃いもん。濃い。うまー。やっぱ唐揚げっつったらさ、ハイボールだよね。ステーキママも食べていいとだから。うん。うまい。唐揚げもいただきますよ。うま塩唐揚げ。これもう、こうやってギュッてやっただけでさ、肉汁がこう出てくんだよね。わかんねえな、これ。美味しいんだろうな、きっと。じゃあなんかだし汁のなんとかだね。うまっ。え、一口だ。これうまい、本当に。ママ食べて。どう、だし。うまいでしょ。ほら。この唐揚げ美味しいっすよ。127円かなかったよね。美味しい。ここまで取れて。うん。ちゃおうかな。うまい。
まっ。ステーキうまい、一人だけ。うん、ママが頼んだヤンニョム手羽先やばい、めっちゃ美味しい。これうわ、ちゃんと辛いじゃない。魚かリンゴの味じゃん。うん、あ、これ美味しい。結構さ、ちゃんとやるんだよね。うん、美味しいです。すごい美味しいよね。うん、一番だと思う私。うん、魚タミすごい最近。じゃあグレーズアップしたよ。待望のお寿司がやってまいりました。そんなお腹減ってなかったね。4貫だけにしたんだけど、ちょっとタイからいただきますよ。いただきます。まあ寿司は普通にうまいです。うん、あのすっごいうまいってわけじゃないわ。一番気になってた青さのりすごくないこれ。ほんと青さをお寿司の上に乗っけて、なんか歯ごたえがだけすごい強いみたいな。お寿司は普通けどね、悪くないよ。安いし。あ、いいね。芋焼酎ですよ、これもう。濃いな。みんな何が当たった？これ。当たった？ぶっちゃん。はい、ごちそうさまです。たくさん芋焼酎飲んで酔っ払ってますけども、今日はね、良かったんじゃないでしょうか。子供たちも大満足ですし、大人も飲み放題だったんで、結構楽しく過ごせました。唐揚げも美味しかったな。あのね、お寿司はね、まあ普通でしたよ。普通。ない、うん。美味しい美味しい、うん。コンセプト的に子供は本当に喜ぶから、また来たいと思いますよ。下げるのがでかいよね、気にせず。もしあのお子様いらっしゃる方はキッズスペース使ってみてください。はい、ということで今日の動画は以上になります。お疲れ様です。バイ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 。チャンネル登録お願いします。バイバイ。あーあー、気持ち悪い。